はい、こんにちは。暴飲暴食前の漁師濱家です。もうすでにね、明日暴飲暴食にも限らず晩酌をやってて、まあちょっと酔っておりますが、まあ明日はあの朝の早くからちょっと釣りに行こうかなと思って、明日の暴飲暴食に備えてちょっと今日はゆっくり休んでおります。というわけでね、まあこの後寝ます。今テルマエロマエを見てます。面白いですね。おやすみ。おはようございます。朝の4時20分です。じゃあ釣りに行ってきます。レッツゴー。はい、じゃあ現場に到着しました。釣りを始めていきます。じゃあまずはノンアルコールといきましょう。なんか来ました。お、ベラか。ベラだ、ベラだ、ベラ。風かい。ゴミとかですか。風でした。はい、じゃあ帰ってきて4匹釣れたので、こいつらを刺身にして食べます。じゃあ帰ってきました。セブンでいろいろ買ってきました。まあね、やっぱ食べる日はカロリーの高いものが食べたいということで、チーズタッカルビ、それからジムハイボール、金のやつで、まあ刺身があるので日本酒です。それでベラの刺身はですね、あ、やりました。こんな感じです。これがベラの刺身。朝から起きたんでね、ちょっと眠いですけど、やっていきましょう。それじゃあ、という始めようか。はい、乾杯。一発目はビール。で、そうだそうだ、ご報告が忘れてたんだ。僕、ありがたいことに10万人突破して、こちら、銀の盾をいただきました。多分ね、タイトルは銀の盾で暴飲暴食みたいなんですが、これはもうこれ以降多分出てきません。ベラの刺身を食べましょう。うん。ああ、うまいな。釣りたてでもちもちとした食感。で、釣りたてやのに甘みがあるというね。で、刺身だったらベラの方がね、キスよりうまいんですよ。いや、本当に美味しいですね。ちょっとレモンの風味をつけるとね、なおさら美味しい。うん。でね、この間飲んで美味しかったこのアップルハイボール。これ香りがいい。香りっていうか、まあ青りんごの味がしますね。じゃあ飯を継ごう。僕はね、いちいち飯をほぐさないんですよ。茶碗でほぐせばいいだろうと、そう思ってます。よし。で、このぬくぬくの飯にもベラちゃんをこうボカッとのして、ネギもボカッと、で醤油をかけていただきます。うまそう。うん、最高だ。この次、チーズタッカルビ、これ買ってきたから、これを食べましょう。はい、でできた。今開けてみましょう。うわ、美味しそうだ。いや、めちゃくちゃうまそうですね。もう脂びっしりです。うん、これはうま。ちょっとね、こんなうま辛いもん食べたらまた米が欲しくなってきた。よし、米にこれをつけて最高の朝飯ですね。うん、うまい。さてさて、もうハイボールも飲んだんで、ね、刺身があるからと思ってキクスイってやつを買ったんですけど、まあもう刺身なくなっちゃうけど、まあいいかっていう感じでやっていきましょう。あ、美味しいですね。甘すぎないんだけど飲みやすいみたいな。新潟の酒とかって甘くてこう美味しいじゃないですか。それと違ってこう甘すぎないんだけどなんか飲みやすいみたいな、そんなイメージですね。はい、じゃあ朝飯はごちそうさまでした。はい、まあこれだけしか飲んでませんが、眠くなってきたのでちょっと先に寝ますね。おやすみなさい。今起きたふりなんですけど、30分前に起きました。
よし、じゃあちょっとね、実家の方に行きたいと思います。お家の方へレッツゴー。はい、じゃあ実家の方に帰ってきました。マダラちゃんにも銀の盾を見させてあげましょう。さあマダラちゃん、よし、おいでマダラ、マダラおいで、よしよし、どうどうこれ、あまり興味はないようですね。よし、じゃあせっかくなんで1本目は、船の前で撮りましょう。な、俺のそばにおったら悪影響だよ。子供に悪影響の浜湯だからね。これほんまにビデオ？ビデオしおるで今。しおるって言っても、ただほら、録画や。録画って何？録画って言ったらただの、あれ。はい、じゃあお家に帰ってきました。今から何を食べるかというとですね、新潟県の同じ漁師 YouTuber のマイロキュンベアさんがね、いいものを送ってくれました。こちらで買えますので、ぜひ。送ってもらったものが、ヒラメの昆布締めと、この南蛮エビと、あと、ホタルイカのお気づけ。これも入れて、で、これも入れて。で、南蛮エビは普通の解凍だとね、頭が黒くなるそうなんですよ。だから必ず流水解凍がいいそうです。で、秋田県の漁師さんからもね、桜マスのね、切り身をくれて、これ切り身で、これ刺身でルイベで食えるそうなんですよ。ルイベっていうのは半解凍のなんか刺身みたいなやつで、これもね、もうちょっと流水解凍しておきます。で、これは実家に、あげましょう。あれ何それ取らんの？これ何？解凍してる間何を食べるかというと、この柔らか焼き鳥も桃鳥を食べましょう。で、前飲んで気に入ったソラチっていうね、ソラチを飲みたいと思います。あれ、俺前ソラチ飲んだ時美味しいと思ったけど、今美味しく感じんな。うまっ。じゃあエビの解凍ができたんで、エビを剥いていきます。頭を全部取っていきます。これ何？うん、これ撮影中 でこちらの頭は味噌汁に使います。で、こういった卵はね、スプーンで取って、卵醤油にするといいそうなんですよ。だからスプーンで先に卵を取りましょう。あら、スプーンでは取りにくいな。取りにくいんで、もう丸々身を入れちゃいます。じゃあもう全部一緒にやっていきましょう。はい、じゃあ向けました。これ醤油かけます。よし、これで完成。ほな、食いましょう。これ何？エビをいただきます。卵付き。あ、甘いわ。よし、じゃあ解凍ができたんで、このヒラメの昆布締めを解凍していきます。おお、すごい、もう刺身状になっとる。ヒラメのええ匂いがしおるわ。それとルイベ、半解凍なんで、このまま刺身にしていきます。半解凍だから薄く切ろうかな。ゴジゴジ切らんじゃない、切れんのよね。これがルイベっていう北海道の食べ方なんですよ。で、これに並べて、で、これで完成。ホタルイカのお気づけ。はい、ホタルイカのお気づけ完成です。はい、それじゃあ桜マスのルイベとヒラメの昆布締めと南蛮エビとホタルイカのお気づけ。じゃあまずこのルイベからいただきましょう。もうほぼほぼ、まあ半解凍。そうです。うん、うまいわ。うまいけど、ちゃんと解凍しとるがいいな。これもうちょっと先に解凍させておきましょう。昆布締め、昆布締め。これも食べる。うん、これうまいわ。次はこれ。いや、騒がしい老いのガキンチョどもが帰ったのでゆっくりできますね。次はですね、ホタルイカ。うん、最高だ。ちょっと辛めなんで、酒の味に抜群かと思う。で、この 4.5 キロの桜マスが溶けてきたんで、これちょっと食べてみましょう。あ、うまいわ。うん、なんか桜マスってね、ほんとサーモンとね、なんか違うんですよね、風味が。美味しいな。
マダルちゃんにもせっかくだからこの桜マスとね、あのあれをあげよう。パクリと。おいしい。あ、おいしいと。よし。はい、これはね。おいしい。よしよし。マダルと晩酌しましょうかね。まあ残りは家族に置いておきましょう。僕ばっかりが食べてもね、せっかく美味しいやつやから。でこの桜マスの、切り身なんですが、せっかくなんでソテーにしてみましょう。バターがないからマーガリン。でもうエビの頭も入れちゃおう。一石二鳥だ。で塩コショウで酒。もうね、いい素材なんかね、余計なことしなくていいんだよ。これでうまくなるんだよ。まあちょっと醤油をもう先垂らしておくか。で蓋をして放置しておきます。はい、もはやソテーか何かわからないんですが、これにネギを投入します。まあなじませよう。中まで火が通っとんか。あ、まだ中生だ。あと蓋しておきます。よし、じゃあもうこれぐらいでいいでしょう。お皿に入れていきます。はい、桜マスのソテー風味です。でエビ、よし。あ、この高知県産の柚子チューハイ、これなかなかうまいですよ。柚子の味がしっかりとしとる。でこの桜マスの身いただきます。あ、火入れてもいいね。おいしい。油乗ってるんで全然パサつかないですね。あ、これはうまい。いや、ありがとうございます。こんなうまいもん。この南蛮エビの頭、僕ね、なんやかんや味噌系が一番好きなんですよ。これは商店もんやで。うん、味噌の味がなんとも。これ僕ね3時間いきましょう、このまま。嘘やけど。はい、僕が買った酒もつきましたので、次の酒をくすめたいと思います。この赤いのがあったので赤いのいただきましょう。あ、これダメや。これ今火を入れる。火をゴールしてるよ。もうゴールいない。かわいいね。はい、じゃあ厄介者は事務所の方に帰りましょう。はい、じゃあ実家に帰ってきました。ちょっと食いしん坊に、食べに行きたいと思います。ただいま。いっぱい買ってきた。
油でしょ油いっぱい使うからすぐなくなる。ほんでジュースとジーマのなんかポートコウメ佃煮と団子ジーマとママカリ。でまずは喉が渇いたから水分補給。あーうまい。これにネギをドカーン。で混ぜにくいからこっちにドカーン。そして醤油だ。ぐる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 。買ってきた生姜をちょっと入れちゃろう。これで完成。よし、水分補給が完了だ。で、なんか大学生とかよくジーマとかを飲むみたいなのはね、ちょっとね、若い頃から聞いてたんですよ。僕は中卒だからその大学生の事情とかはまあ知らんのやけど、ジーマなんかなんぼ飲んだところで酔うもんじゃないだろうし、なんでこれを飲むのかなと、休憩に飲むのかなと私はそう思ってましたが、米を入れて適当に乗せていただきます。うん、うまい。僕は飲むときは大概ね、このネギトロと明太子、まあ明太子超買い忘れたけど、ほぼ明太子買うんだよね。生姜がまたいいアクセントだ。でネギトロもね、ほとんど食べました。いつも家だったらこうベロンベロン行くんですよ。ただまあ YouTube なんでその行儀が悪いって言われそうなんでやめときますね。でもね、行儀が悪いって残すのとね、あのベロンベロン舐めるのどっちがね、本当に行儀が悪いのって言われたら、僕は残す方が行儀が悪いんじゃないかなと思いますね。これは世間一般的に行儀が悪いでしょ。でも僕はね、あの身を残さずしっかり食べたということで、命を大事にするという点においては僕の勝ちです。ただあのね、行儀マニアの人、僕の勝ちなんで、勝ちとか負けとか欲しいけどね。そいつはもちろんしないよ。家で自分一人とかそういう時にしかしませんよ。毎度変わらず青空レストランを見てるんですが、今もかね、青空レストランが来てくれたら嬉しいんですけどね。で次はこの餅です。なんか美味しそうな餅だったから団子っていうのかな、食べてみます。てかママカリが残ってた。ママカリをいただきましょう。うまい。酢の物大好き。じゃあこのお祭り男のアジーマっていう、アジーマちゃわジーマアーみたいなお祭りわっしょいでいただきます。危ない。もう油そばを買ったのでこれも食べましょう。すいません、早く少な。ネギ足す。じゃあいつもの通り焼きそばができたから焼きそばに入れます。で蓋。よし、じゃあ水を出すぞ。これあったんかね。でぬくめったマヨネーズ、ふりかけ、でソース、でラー油も足そう。そしたら混ぜー混ぜー混ぜー。じゃあうまそうな油そば完成。うん、母さんもほどよく油そばって感じです。はい、今現在もう12時でございます。朝の4時から飲んで寝て、まあ飲みながらですね、あの頭が痛くなるというね、起きながら二日酔いっていう、そういう現象が起こっております。これは面白いというわけで、あの残り物の残り物じゃない、これなんだこれ、あの途中で冷凍しておいたなんかあれを食べました、でまあ何事も初心に帰るということが大事なんで、やっぱりこの菌やって初心に帰りたいと思いますね。
まあ、あの机の上は相変わらずのこの散らかり用なんですけど、まあ、これを飲んでね、ゆっくり寝たいと思いますけど、カメラワークとかもよろしくね。おはようございます、朝になりました。もくもくテカテカです。例にご多分に漏れずというのかな、まあいつものようにこの汚い机と汚い机ですね、今から頑張って掃除していきます。まあこれでいろいろ勢力をつけてもっとね、YouTube 面白くできるように頑張ろうと思います。よろしくお願いします。では